なんか私の趣味に付き合ってもらってごめんね。全然大丈夫だよ。僕も久しぶりに野球観戦来たけど、やっぱり楽しみだもん。ならよかった。よし、なんとか気になってる女の子をデートに誘うことができた。野球観戦ほとんど来たことないけど、まあ一緒に盛り上がっていればなんとかなるだろう。もうすぐ試合が始まるなって。お、どうしたの？あのモニターって？あのモニター、たまに観客席が映し出されるんだよ。そうなんだ。待て、なんでユナちゃんが同じスタジアムで観戦してるの？どうしたの？もしかして知り合い映ってた？どれどれ？いや、それはちょっと…なんで？教えてよ。あ、もしかして彼女さん？いや、そんなわけないじゃん。いや、そんな否定しなくても…僕は彼女なんていないし、いたら君と二人でこんなところ来ないよ。へえ、葵くんは誠実な人なんだね。ユナちゃんもまさか僕がここにいるとは思ってないだろうし、場所的にはユナちゃんとは真反対だし、モニターで僕が映されない限りバレないよね。あ、今私たち映ってるよ。すごい。私何回も観戦に来てるけど、こんなど真ん中で映されたの初めて。あれ、葵くん？終わった。なんでこんな時に限ってバッチリ映されるんだよ。葵くんフリーズしてる。そんなに嬉しいのかな。あ、終わっちゃった。終わった。え？いや、なんでもない。どうかユナちゃんが奇跡的に見ていませんように。わあ、びっくりした。あ、葵くん大丈夫？大丈夫。電話鳴ってるよ。そうだね。見なくてもわかる、ユナちゃんからの電話だ。出た方がいいんじゃない？いや、でも迷惑になっちゃうし。何か緊急の連絡だったら大変だよ。あんまり避けすぎても怪しまれるよな。じゃあちょっと電話させてもらうね。はい、もしもし。あっくん。やっぱり同じ試合観戦してるなんて奇遇だね。あっくんも野球観戦してるなんてびっくり。ユナちゃんが観戦する方が僕にはびっくりだけど。あっくんも一人で野球観戦するんだね。いや、これは…一人？あっくん一人で野球観戦に来てるんでしょ？そうか。モニターに抜かれてる間一切喋ってなかったから赤の他人だと思われたんだ。そうなんだよ。じゃあさっきあっくんに声かけてた女の子も他人だよね。もちろん。じゃあそろそろ電話切るね。あ、またモニターに映ってるよ。なんで？1日に2回も映るなんて奇跡だよ。やっぱり葵くんと来てよかった。葵くん？お願い、今話しかけないで。女の子と来てるのがバレちゃう。葵くん大丈夫？具合が悪いなら無理しないでね。ねえあっくん、さっきからあっくんに声かけてる女、まさかあっくんの知り合いじゃないよね。そんなわけないじゃん。本当は大学の女の子と一緒に来ました。はい、よく言えました。で、他に言い残すことは？怖いからやめて。あっくんのことだからユナは野球場にいるなんてわかるはずないって思ってたんだよね。はい、すみませんでした。何？もしかして彼女からの電話？いや、そうじゃなくて。そうじゃなくて何かな。やっぱりさっきモニターに彼女さん映ってたんでしょ。もしかして彼女なんていないってここで言うつもり？ごめんなさい。それどっちに謝ってるの？僕、なんでこんなに詰められてるんだろう。そんな悪いことしたかな。最初から女の子と来てるのは分かってたんだけどね。分かってて最初僕が一人で来てるって言ってたの？鎌のかけ方が恐ろしすぎるんだけど。あっくんなら素直に言ってくれると思ったのに、
ユナのこと騙そうとしとんだ。ああ、ほんとクズ男。だから、その喋り方やめてって。まあいいや、あとは直接じっくり話し合おっか。え、直接？あれ、ユナちゃんの姿がない。